はいどうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロ4ユーザー、待望の、拡張パック第1弾、ベセルオブ、ヘイトレッドの、発売時期に関する情報が、ブリザードカンファレンスの、オープニングセレモニーの中でね、明らかになったので、そちらについて詳しく、見ていきたいなと思います。あとですね、まあ最近のところで言うとシーズン2のね、後半の12月から始まるイベント冬闇についての情報も出てきてますので、その部分も一緒に楽しく見ていきたいなというところですね。で、今回はですね、これこちらの11月の3日にね発表された公式記事の方を見ていく形になるんですけども、まあ11月3日のに行われた、ブリザードカンファレンスのオープニングセレモニーの中で、まあ、発表が行われたよということで、まあ、トレーラーの方もね、YouTube の方にアップロードされてますので、ぜひ、実際に、見てみてほしいなと思います。ベセルオブヘイトレッド ではディアブロ4についてにて、紐解かれた恐ろしい物語の続きが描かれ、最大三大悪の一角であるメフィストの運命と、彼がサンクチャリに企てている邪悪な計画が明らかになりますと。その舞台となるのがディアブロ4に新たに追加される、ナハントゥーと呼ばれる地域ですと。また物語の続きが描かれるだけではなく、新たなプレイ方法や討伐すべき新たな邪悪、そして今までのディアブロシリーズにはない全く新しいクラスも登場しますというクラスことで、新クラスも登場すると、ベセルオブヘイトレッドは、来年後半にリリース予定です。来年夏にはさらなる情報も公開するので楽しみにしていてくださいということでね、まあ、ここ気になるところですね。まあ新しい地域が追加っていうところもすごくね、楽しみなんですけど、まあちょっとこのね、トレーラーを見る限りでは少しね、こう薄暗い、ジャングルの奥地みたいなね、シーンが描かれているので、まあ、そういった、密林地帯に、分け入っていく感じなのかなということで、まあ、新クラスもそれにちなんだようなね、クラスになるのかなとは思うんですけども、まあ、全く新しいクラスということなので、まあ、今までのね、クラスを使い回すというよりは、何かしらね、新しい戦闘体験を、与えてくれる面白いクラスが来るといいかなというところですね。まあ、来年後半ということなので、まあ、そのあたり、詳しい情報が出てきたら、このチャンネルでも、改めてね、ご紹介できたらなと思います。それまでの、今後のアップデートについては、ディアブロ4のシーズン3で、試練場と呼ばれる全く新しいウィークリーチャレンジダンジョンが導入され、放浪者の皆さんが、世界中を相手に、クラスランキングで競い合えるようになりますと。各週の最後に最高ランクに入った投手たちの名前がシーズンのインシエの殿堂に刻まれるようになるということで、ランキング機能は、シーズン3からスタートするということですね。まあ、で、シーズン2の方はどうなのかということなんですけども、12月の12日、太平洋時間から、3週間にわたって開催される、初めてのイベント冬闇で身をもってその模様を確かめることができるでしょうと。赤いマントをまとった正体不明の恐ろしい存在に気をつけつつ、ぜひ、雪と、恐怖に、覆われた冬のハサイ山脈に足を踏み入れてくださいということで、まあ、クリスマスシーズンのイベントの方も来るよという形ですね。で、この中、ここでもね、まあ、ちょっと情報が、出されているんですけども、来週から、5種類のね、クラス固有のユニークリングが追加され、最悪の マリグラントシーズンに登場したパワー、つまり、心臓のパワーですね、が利用できるようになるという形なので、まあ、ここすごくね、気になるところですね。で、その後12月5日には、秘術師にエンチャントのプレビュー機能が追加され、これ結構ね、大事な要素で、まあ、ディアブロ3なんかだと、エンチャントをするときに、つまり装備品の特性を入れ替えるときに、どんな特性がね、つくかの、候補っていうのが見ることができたんですけど、現状ね、そういったところを、見ることができなくて、実際付け替えてみないとね、何がつくかっていうのが、わかりづらいっていうところがあるんですけども、まあ、例えば、まあ、脆弱ダメージのところをね、リロールしたときに、クリティカルヒット率がつくのか、つかないのかとかね、そういう部分が、一目でわかるようなプレビュー機能が実施されるということなんで、これもね、何気に、ありがたい機能かなと思います。苦労して獲得したゴールドを費やす前に付与される可能性がある特性を確認できるようになりますと。これにより地獄の軍勢が繰り出してくる、マッシュに応じたビルドを作り上げることが以前よりも、容易になりますと。
で、同じく12月5日には繰り返し楽しめる6週間にわたるエンドゲームイベント、ジアの屠殺場が登場しますと。このイベントはレベル100に到達してウーバーデュレールを倒し、渇望の鮮血の他のチャレンジ、全チャレンジを達成したプレイヤー向けに作られていますと。これを生き延びることができたプレイヤーは、帝王ジアの力を生み出された、パラゴングリフを獲得できますと。これね、気になるところですね。なので、まあ、今のうちからね、レベルを上げて、レベル100のキャラクターで、まあ、ウーバーデュレール討伐まで進めてもらうってことをやっておくと、こちらのね、まあ、限定のパラゴングリフが入手できる可能性があると。ただし、ジアの屠殺場はまさに心を砕くような、高難易度から始まり、そこからさらに難易度を上げていくので、くれぐれもご用心をということなので、まあ、しっかりとね、装備品の厳選、ビルド構築なんかを済ましておくと、こういったイベントも存分に楽しめるかなと思います。はい。で、まあ、これらのアップデートが実現するのはプレイヤーの皆さんからのおかげですということで、まあ、今回のシーズンでは、まあ、エンドゲームボスのラダーをラダーに追加して、ユニークアイテムやウーバーユニークアイテムの入手率を増加させ、最悪のマリグナントと比較してレベル100に到達するまでのペースが 40% 早まり、アイテムパワーをリワークして今925が上限で、ワールドボスとかで、エンドボスからは925のねアイテムが確定でドロップするような仕様になってたりもしますので、まあ、かなりね、キャラクターの育成そして、装備の厳選について、緩和された要素も多いかなと思いますので、ぜひ、年末のね、ゲームの一本に、ディアブロ4遊んでみてほしいなと思います。また拡張パックのについては、新たな情報が入り次第、まあ、詳しい動画を作っていきたいと思いますので、ぜひこの機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。